一辺清江第七巻史上釈迦堂一辺清江、または一辺承認人デンは伊予国に生まれ浄土宗を治め、国法、奥書きにより、1299年一辺の弟子にあたる、正解が言葉書きを寄草し、方言の地位にあった仮想の縁意が絵を描いた。独自の踊り念仏という信仰を生み出し、全国を遊行して、寄贈を問わず広く念仏を進め、 民衆の不況に努めた一編の活動を忠実に記録し、その活動の様子とともに各地の寺社や名所の景観を取り入れた点は特筆に値する。全体的に人物を小さく扱い、背景の自然描写に大きな関心が注がれ、四季の風景を美しく描いた歌いは名所図絵的な趣きを伝える。人物や建物の的確な描写には、 鎌倉時代の写実主義的な傾向が強く見られ、山水の描写には中国壮大の影響が指摘される。山和への伝統と外来の壮がの力強い表現を加えた作風は独特で、類人の作品が見られることなどから、縁異派の存在を推定する説もある。言葉書きは、五歳に染めた木の布を漁師に、当時の農書家4人の筆で書き綴られる。長時間経って編集される。 高層伝と異なり、一辺、四五十年に一辺が輸行した足跡を再確認しつつ、記録をもとに正解が一辺に同行した自習とともに、再投破した後に書かれたものであり、資料的価値が高い。異母体と言われる正解が一辺の生涯の言動を記録に止めておきたいという動機で作成されたものである。ただ、別名、六条演技と言われるように、 ほかあまのりの、行派に対して、自らの系統である、六条派が一辺の正統的、継承者であることを示そうとした、編集意図も推察される。しかし、後の湯行派の教団色が強く、一辺と、湯行派階層ほかあまの理を深刻化する、湯行商人を演技へに比べると、教団色は、さほど強くなく、対照的である。国宝本は、神奈川、清上皇地蔵。 全12巻。国宝指定名称は、憲法着色一辺承認絵伝。第7巻の絵は、候補で、元の、第7巻は、江戸時代後期に換気工事から流出し、原富太郎らの所蔵を経て、第二次大戦後、現在東京国立博物館が所蔵する。また新前工事が移転する前の6条、三陰堂が6条道場換気工事に隣り合って、位置していた時の縁で、 一辺清江を借り受けて複写し、一辺清江三影堂元となった。近代に入って流出し、前田公爵下を経て、御事と教文庫と奈良県の三輪王が所有している。一辺商人へ伝巻、第七全館。ありがとうございます。